平野氏をラフなスタイルで線路沿いの散歩にファン感激。彼氏感溢れる姿に見るシャミリョ元キング・アンドクスで飛べ、所属の平野氏を26が自身のインスタグラムを更新し、ファンを喜ばせています。彼はラフなスタイルで線路沿いを散歩する姿を公開し、レアな一面を見せました。ファンからは、彼氏感たまらん。 尊い、との声が相次いで寄せられているようです。彼が投稿した写真には、カフェでの複数枚の姿が映し出されています。白の T シャツにジーンズ、白のスニーカーというラフナイデーたちで、レモネードと思われる飲み物を手にしている姿は、まるでデート中のような自然体のショットでした。彼の明るい笑顔とサングラス姿が、ファンの心をときめかせました。 平野紫耀は、自身の投稿で、地上を歩く電車を眺めながら、線路沿いを散歩する動画も公開しており、東京で地上走ってる電車見れる方がレアじゃないあれ、俺だけしょう、とのコメントとともに、自然な姿を披露しています。その姿に、ファンからは、やばい、しよ君くんが、地上を歩いているとにかく、かっこりょうすぎてパニック。 と、いった驚きの声やく君の散歩姿尊い、よからその大きな背中をずっとずっとフォローしますと、いった感動のコメントが寄せられています。彼の投稿に対する反応は熱狂的で、え、平野さんっていつから私たちの彼氏だったっけ疑問符といったジョークを交えたコメントから、その背中についていきたい、彼氏感がたまらんです。 すごくレアだけど、翔くんのお散歩姿がとにかくレアです。電車より、地上を歩いている翔くんの方がレアだよ、といった熱い思いまで、多岐にわたるファンの感情が垣間見えます。平野翔のラフなスタイルで線路沿いを散歩する姿は、ファンの心を捉え、彼氏感あふれる魅力を放っています。彼の自然体な姿勢や明るい笑顔が、 ファンの心を癒し、彼との特別な瞬間を共有できたような気分にさせてくれたようです。彼の投稿がこれほどまでに熱狂的な反応を呼び起こしたのは、彼自身がアーティストとしてだけでなく、人としての魅力を持ち合わせているからこそでしょう。今後もファンを喜ばせるような彼の姿に期待が高まります。彼の